さんこんにちは、リサトモです。実は暴食をしてしまいまして、その時は暴食しようが、旅行来てるからいいだろうみたいなテンションだったんですけど、今日未明ダイエット系 YouTuber のリセトモヨが爆食の適度が分からず逮捕されました。それに対して容疑者は、自分の意思ではなく福岡がそうさせたと容疑を否認しております。やっぱ次の日になったらもう疲れてたのが本当に半端なくて、もうどうしようどうしようってもらっちゃったんですよ、本当に。そうやこれ寸劇だから今絶対もう寸劇って何やり始めるから、母ちゃん、あなたと一緒だって言ったら大丈夫だ、みたいな。ってことで、そうよ。巷で話題のポジティブダイエッターなる姉さんとコラボになります。はい、よろしくお願いします。深呼吸でカーリーだろ、どうもなるねです。今日なんですけど、ともえちゃんが福岡に来てくれました。で福岡の食べ物めっちゃ美味しいっちゃん。はい、でいっぱい食べてね、落ち込んどうけ。はい、うんこだな。一緒に運動していこうということです。よろしくお願いします。自分たちね、YouTube 始めて3ヶ月ということでですね、初コラボなんですよ。こっちも緊張してて、ちょっとね、なんか飛んでったよ。ちょっと進まないので、ちょっと先にね、ちゃんと喋ってみましょう。食べ過ぎた次の日にする運動なんですけど、アルネの TikTok で450万回再生された筋トレを一緒にやっていきたいと思います。今日はね、もうビシバシ行くんで。誰のチャンネルだ。でとりあえずその、はい、自由ね。3日、うん、3日で15キロだっけ。なんだっけ。11回痩せた筋トレを一緒にやっていきたいと思います。せーの、よいしょ丸。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。始めてもらっていいでしょうか。はい、じゃあ始めていこうと思います。最初にスクワット4回。これを3セット、30秒の3セット。この辺終わったんじゃない。今日さ、簡単で泣くって聞いてた。どうより可愛いが、その自分だ。これ声届いてるのかな。本当にさ、昨日マジで本当食べて、めっちゃイカが、本当イカがこうなってるの。違う、本当にイカになろう。今日イカになろう。今日イカになろう。食べたら食べる。やろう。もうちょっと下げる下げる。お前の本気はそんなもんか。よし、今腹筋も鍛わってる。そうだね、大丈夫大丈夫。そうだ、体幹使って、体幹。マジでもうここよりもさ、これに引かれたお尻が痛くて。そうか、そうか。さっきの一回こう、これの。こっちかね。これ。いいよ。こうね。オッケー。
皆さんこんにちは、リセトモヨです。今日はナルネと一緒に1分半のトレーニングをやっていきましょう。いきなり動くのではなく、しっかりとストレッチをしてからやってくださいね。それではスクワットから始めます。膝を外側に向け、しっかりと腰を下ろしましょう。次に足タッチです。体をしっかりとひねり、ウエストを絞りましょう。次は膝を前と横に上げます。体幹をしっかりと使い、ぶれないように心がけましょう。最後は肘と膝をこんにちはさせます。夏まであと少し、頑張りましょう。お疲れ様です。あと2セットです。ダイエット辛いですか？怖い顔をして筋トレをしていませんか？真剣に取り組むのも大事ですが、一番は笑顔で楽しくダイエットすることがいいと思います。見てください、この2人筋トレしてるのにすごく楽しそうです。1日たった1分半笑いながらこれをやるだけで体は劇的に変わります。でかでか、ラスト1回やけん死ぬ気でやるぞ。はい、もっと腰下げれんだろ。はい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 、いけるいけるよ。いしょよいしょ、手振って、いいよ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 。寝て見てるやつは起きろ、見てっからな。肘に膝を食わせてやれ。おいいよいいよいいよ。ここまで来たらほぼ終わりやけね。あとちょっとあとちょっと、今日かわいいやつの自分のために頑張れ。まだまだいける、まだまだ。11キロ痩せた筋トレでした。こんなに疲れます。なんですけど、休憩時間2時間挟みました。何かと戦ってたよね。何かってか結構自分だと思う。はい、そんな感じで、だからもね、一緒に、頑張ろうって。うちらと一緒で頑張ったらマジ楽しいから。いや本当にね、申し訳ないけど楽しいよ。楽しいから、うちら今勢いブリブリだから。言わなくていい。謙虚に行こう。謙虚に、謙虚ね、謙虚に。これからもこれからも、はい、ほんと私たちなんですけど、ほんとね、いつも見てくれてる人がいるから成り立ってます。ほんとにね、ありがとうございました。引退ということで、これからも伊勢智代をね、よろしくお願いします。ほんとに選挙かな。よろしくお願いします。伊勢智代よろしくお願いします。いや、さっきからカメラから外れてんのよ、うちら雑魚足を行こうって言ってるようなもんじゃん、もう。だって言アルネットのコラボでした、はい、ありがとうございました。ダニエさんの本のチャンネルでもコラボ動画上がるので、はい、ぜひ見てください。はい、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。バイバーイ。